場でしたけど、まあ、自分が大切にしていることだったりとか、まあ、そういう話をしてちょっと伝わりきってるかはちょっとまだ分かんないですけど、みんな楽しかったっていうふうに言ってくれたので、それが良かったかなと思います。手本がめっちゃうまかったんで、その良かったです。緊張してますね。やっぱりすごいなんかこう迫力とか気力とか感じたんだと思います。最後に競争とかして、それが楽しかったです。やっぱりアスリートとの距離が近くて、きっとこんな経験は二度とないだろうなと思うので、すごくいい経験になったかなと思います。普段はあまり見ないものなので、一生懸命福島選手に丁寧にご指導いただいて、とても良かったです。すねをまっすぐ向けて視線を変えないということを教えてくれたことが初めて教わって、楽しかったです。とても恥ずかしがり屋なんですけど、まあ、スポーツは大好きなので、まあ、何かのきっかけになればいいかなと思って今日参加して、まさかの1位になっちゃって福島選手と競争できて、とてもいい体験だったかなとは思います。どうでした？めっちゃ速かった。この振り子の動きはどのように時計の針に伝わっているのか、ネジを入れるのが難しかったです。時計の昔はどんなんだったかみたいな、その流れが分かったから楽しかったです。やっぱりこういう機会すごく貴重ですし、私の言ったこう何か一言とかがきっと一生記憶に残ったりすると思うので、まあ、そういう部分もちょっと大切にしながら続けてほしいなというふうに思いました。